よろしくお願いします。聞いてください。ブラッシュ。Yeah.
今日私たちチェリップ鳥取県からゴールデンウィーク、はい、皆さんと一緒に思い出作るためにやってきましたせっかくなのでチェリップ知らない方もそしていつもありがとうの方もみんなで楽しめるように私たち自身も一生懸命ライブしていこうと思います。今日も最後までよろしくお願いします。さあ今日はですね、はい、ダブルビーちゃんとジュビリージュビリーというですね、はい、若いグループに挟まれましたので、衣装だけでも衣装だけでも若くしてまいりました、なんかねそこで拍手を送るのなんかちょっと切ない気持ちになるからありがとう、気持ちだけいただいてくれてありがとうございます。ということで本当に、ね、この年齢差幅広いイベントなのに、ね、こうやってフロアが一体になる素敵なイベントってなかなかねないなと思うので、やっぱすごいハピネーさんのいやハピネーさんのいつもね呼んでいただいてありがたいですね。私たちも私たちなりに盛り上げれるように一生懸命歌っていこうと思うんですけれども、次はね今呼んでいただいた名前また使う2曲歌っていこうと思います。最近ね新曲発表をしたのでなかなか歌う機会が減っていた曲ではあるんですけれども、どれもチェリップの曲はね私たちの 大切なとてもいい曲ばかりですので、今日は久しぶりに皆さんにこの曲聴いていただきたいと思います。それでは皆さん引き続き声援よろしくお願いします。聴いてください、キーポン。I'm not afraid to die.
して It's Your Time 続けて聴いていただきました。これね、どっちも6枚目の CD に入っているんですけれども、その6枚目の CD がですね、現在在庫がもうないという状況で倉庫になくって、で今手持ちのチュリップももう終わりそうですので、少しでもいいなって思ってくださった方、みんなでグーパーグーパーした方は、これは誰が作ってくださいましたか？グーパーグーパーした方は東京のアーティストの澤さんです。澤さんですね。そして今みんなで踊った方は竹田ひろし呼び捨てガレットさんとかね、曲を作ってらっしゃいます。竹田先生作っていただきました。よろしければ主演後皆さんにね、この素敵な曲をお渡しできれば嬉しいなと思いますので、気になった方遊びに来てやってください。皆さんどうぞよろしくお願いします。もしね、完売した場合は1曲目に歌った、そして今から歌う9枚目のシングルの曲をゲットしていただければ嬉しいです。これはね、チェリップ初めての方も楽しんでいただく、すぐ楽しんでいただける曲ですので、ぜひぜひ参加よろしくお願いします。それではここからもうチェリップの一部のライブラストスパートです。皆さん引き続き一緒に楽しんでいきましょう。聴いてください、サマータイムシンデレラ。
の体に染みついている通りのアイドルルールにのっとってよっしゃ言っていただけると嬉しいなと思います。それでは一部最後の曲です。聴いてください、アシンメトリー。
まゆです。ミアンです。二人合わせてチェリフでした。ありがとうございました。次は東京から来ました。ジュビリージュビリーちゃんです。